よい子の皆さんごきげんよう。えー、うちの近所は小学校なんですが、今日、小学校の前を通ったら女の子が二人で、えー、なんか、社長、もう間に合いませんもう時間がないわみたいなこと言ってました。なんか最近の女人向けアニメでは、あの、女社長が出てくるアニメが出てくるんで、あるんでしょうかえー、もしそうでないとしたら、<laughs> アニメがないとして、その、休み時間、女社長ごっこをしようという選択肢に行き着いたこの二人。いや、将来が楽しみですね。闇陰リーキーです。<laughs> いやーマスカラスさん、こいつらとんでもねえガキでね、せっかくの玉の休みを午前9時から夜11時まで寝て過ごしてやがるところふんづかまえたんでさ、<laughs> サスケピ P です。<laughs> えー、14時間寝たのか <laughs>。<えー笑> え、シティハンター劇場版が公開されていろんなとこで話題になってるんで、えー、コルトパイソンのエアガン1丁ぐらい買おうかなって思ったんですけど、はい、いや好きな人ごめんなさい、どうにもちょっとコルトパイソンにはちょっとときめかないです。リボルバーはいつまで経ってもスミスウェッソン派の永遠の15歳こととはです。 なるほど。はあ、はい。で、あのー、ブルボン朝後期からえ、フランス革命の時代にかけて、えー、女性として生まれながら男性として育てられた騎士とか、その辺のなんかいろんな、マ、まあ、リアトーネとか、あの辺の人たちと戦っている人のためのチャンネル、トライミートゥーンズの映画レビュー。<laughs> というわけで、今日今回はですね、東方怪獣映画からえ、フランケンシュタイン対バラゴンを語っていきたいと思います。久々だな、ですよね、なんか、東方、はいえー、これ、65年に、の8月8日に公開された映画ですね。8月8日。うん で、真夏ですね。真夏ですね。でですね、えっ、ー、と、監督は、本大指導監督と、えー、特技は、ぶら屋栄治監督で、脚本は、まぶちかおるさん。これ、あの、ラドンの人ですね。はい、で、制作は、田中優子で、出演は、高島忠夫、ニック・アダムス、水野組、土屋義夫。あと、他にもですね、あのー、田崎純さんもちょろっと出てますし、佐原健二も出てるし、志村隆も出ていますね。で、あのー、田島義文さんとか。田島さん、さん沢村清さんとか。沢村清さんもね。 まあ。なんか、東方一座ですよね。そうそうそう。なんか、うん。あの、平田明子さんと、あと、あれだ、あの、宝田明さんぐらいが出てないのはまだ。まあね。まあ、主役、てか、基本、高島多田が出てるときは宝田明出ないよね。ああ。そうっすね。かもしれない。うん。なんか悪かったの。そう、ういわけい。や、この二人だと、ほら、どっち主演にしてか分かんないな。そういうことで。だから、スターが二人ってことになっちゃうんだよね。これ、平成の時もそうか。そうだね。平成になっても、 だよね。えーうん、あ、意外だな。よく、今は気づいたけど。はい。で、うん、音楽は、伊福部明です。あと、フランケンシュタイン役が、古畑浩二さんという方で、うんはい、なんか。 引退前最後の作品がこれだったらしいですね。うん、なるほどね。なんかあの、耳が聞こえなくなってセリフが喋れなくなったから、うん、あの、引退しようとしたら、セリフないからこれやってって。なるほど <laughs> で。で、あの、このフランケンシュタイン役にこの人って推薦したのが石原慎太郎さんだったらしいんですよね。へぇー,ー。フランケンシュタイン役の人探してるって話を聞いて、フランケンシュタインっぽい顔のやついるよって推薦したらしいんですけど。なるほどね。でもね、あのこ、この人の素顔の写真見たんですけど、うん、いや、 フランケンシュタインっぽいところがなかなかイケメンなんですよね<ー>。<laughs> なんか 宝田明さんとかと並んでも遜色ないぐらいじゃないっていうような。なるほどね。<laughs> うん。まあちょっと今本当に俳優引退されてからの消息は本当にわかんないらしいですけどー。お、ま、ぞ、あ、めかちょっと怪しいよね。うん、<laughs> まあ、その当時まあ多分、うん、<laughs> 怪しいんじゃないかなって<笑><笑>。まあ、ちなみにね、あの撮影には小泉はじめさんとかね、有川さんが特撮の撮影やってたりとかね、あと助監督でね、あのー、えー、中野鳥留先生がやってたりとかね、まあ、同じの人たちがいっぱい出てますよということでね。うん あ、うん、あと、あれだ、あの、ニックアダムスさんの吹き替えが、お、あの、お馴染み、ナヤゴロウさんでございますあ、そう、あとね、あの、ドイツの謎の博士の役をですね、あの、熊倉和夫さんがやってますね。で、バラゴン、バラゴンの中、お馴染みのね、あの、中島春夫さんです。大まかなストーリーなんですけど、<laughs> あの、最近、なんか、街に変な不老児が現れるらしいと。それはなんとですね、第二次世界大戦中、日本に持ち込まれた、フランケンシュタインの怪物の心臓から生まれた、えー、ス,スーパーヒューマンですか。 スーパーソルジャーだったんですね。<laughs> はい。で、ええー、そいつがなんかどんどん大きくなって困っていると。で、大きくなってついに逃げ出してしまいます。で、逃げ出して、なんかそこら中で悪さしてるぞと思ったら、なんと別の怪獣もいたんですね。えー、最後はですね、その、フランケンシュタインの怪物は謎の怪獣、地底怪獣バラゴンと戦ってどっか行っちゃいます。タコが出るとか出ないとか。はい。<laughs> というようなお話ですが、<laughs> 皆さんどうでしたかということで。いつはすごいぜといとで。ということで、あ、ちなみに、 皆さんはあの、バージョンは全部どれ見ましたアマゾンビデオで配信されてるタコが出てくるやつ。海外版と、あと、ちょっと、うん、あの、古いが、古いソフトの画質で、あの、日本版を一応ちょっと、あの、部分部分で、部分的に見ました。なるほどね。というわけで皆さんはどうご覧になりましたかとワ君どうでしたか えっと、あの、この、フランケンシュタイン対バラゴンは、あの、珍しく、あの、前編通してちゃんと見たことがある昭和のゴジラシリーズ以外の特撮でして、東方特撮でして、はいはい、うん。本当にもう、これとラドンとモスラぐらい、本当にあの、今まで見たことが、うん、あの、レビューする前に見たことがあったああ昭和東方特撮は。え、だって、だって、レビューする前に俺見たんですよ、あの、獣人優とか。 なんかご、ご利かなご利すかもういいはいはい。あの、たしわらしの女の子について。そっちかまあまあまあ、いやいや。で、あの、まあ、珍しく見まして、まあ、その前に、まあ、あの、怪獣送信劇でバラゴンを知るわけで、で、怪獣送信劇でバラゴンを知った後に、まあ、毎度おなじみコルタン文庫のゴジラ怪獣大百科で、あの、バラゴンのページを見てたら、 うん、あの、初登場作品、フランケンシュタイン対バラゴンって書かれてるわけで。で、まあ、その前から、まあ、割と、まあ、あの、学校の階段レビューの時に言ったと思うんですけど、学校の階段とかを知って以来、オカルトものも好きになってたんで、結構、そういう、なんていうの、妖怪大図鑑とかも見てたんで、うん、フランケンシュタインっていう名前も知ってたわけで、うんうん、えど、あの怪獣と、あの妖怪、つうかあのモンスターが戦うドイコッチャっていうので、戸惑ってたら、うん、あの、読み進めていくと、フランケンシュタインのページに行きつき、行きつきまして、な、うん、はい、じゃこりゃーっていうふうに驚いて、まあ、 ある程度特殊メイクはされてるけど、ほとんど人間と変わんないような見た目のおっちゃんが、その、怪獣と特訓やみ合ってる写真とかが出るわけでね。うん、なんかすげえ映画もあったもんだなって思って。<laughs> で、その矢先にあの、テレビでや、テレビでたまたまこれがやってて、珍しくこれ地上波でやってたんですよね。うん。ああの、深夜にこう地上波でやってて、中学、<ー>中学の時、当時もあの、ファイナルウォーズとかが終わった後で、<ー>まあ、娯楽の、自分の娯楽の中心が特撮から別のものになってたとはいえ、まあ、ちょっとやっぱりね、まあ、一度は好きになったジャンルですから、ちょっと怪獣映画に飢えてたっていうのもあったと思うんですけど、<ー>まあ、深夜たまたまやってたの、やってる、やるっていうのをまあ、テレビ欄で見て、<ー>で、おこれはみ、これはもう見なきゃしょう、しょうがねえや。 ので見てそれと同時にまあ録画もして結構何度か楽しんで,でその当時見たのはあの海外版でしたねあのラストにタコが出てきてでなんかあの全部終わった後にあのに次回何々ですっていうようなのがポンとこう一画,一画面出てくる前にあのご覧になられた皆さんはタコが出てきてあの唐突にタコが出てきて驚かれたでしょうが実は今回。 あの放映させていただいたのは海外版なんですって解説画面が流れるとか、なんか妙に丁寧だった覚えもあるんですけど、うんでまあ、当時は本当にまあ楽しんで見,、ま見,まあ、見ることができて、うんでまあ、今回、レビューするにあたって、まあ割と久々に見たんですけど、うんうん、そうですね、まず、まあ、人間ドラマで細かいところなんですけど、あの水野久美さんがね、なんか若い頃なんかブラック・ウィドウに似てんなっていうふうにちょっと思ったりとか。ブラック・ウィドウっていつもビースト・ウォーズのってこと、うん じゃ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 あの、マーベルシネマティックユニバース。ああ、そういうこと。うん、あはいはいはい。うん、あの、スカ、スカレット・ヨハンソンでさんでしたっけああ<ー>、うん、はいはいはい。うん、なんかちょっと似てねって思ったのと、うん、あと、あの、ナヤゴロウさんが、まあ、さっきみたいに吹き替えで出られてるわけなんですけど、うん、ナヤゴロウさんってこんな爽やかなイケボの声、イケボの演技もできたんだっていうのにちょっと驚いたなっていうので。だから、怪獣大戦争でも、やってたよね。うん。 うん。だから、なんか、でもやっぱりなんか、若い頃のナヤさんといっても、やっぱりなんか、あの、なんだ、あの、夕日のガンマンシリーズのリーバンクリーフの吹き替えみたいな、あの、かっこいいはかっこいいけど、渋い演技の印象の方が強かったんで、ああ、なんか、うん。ナヤゴロウさんって、なんか、うん、ともすればなんか、ナヤ六郎さんの声って言っても、あの、うん、通じるような爽やかな声も出せるのねっていうのちょっと驚いたなっていうのと。な、うん、出せるんうん。あと、ま、人間ドラマ、ま、これはね、あの、 まあ、結構、あの、長くなるんで、後々語りますけど、うん、あの、高島さんにこんな役やらすんだっていうのにちょっと驚いたなっていうか、ああ東宝特撮で。ね、なんか、うん、なんか、こんな、なんだ、まあ、悪役とまでは言わないけど、なんか、冷酷というか、うん、まあ、y o u t u b ちょっとクズ,クズっぽい役のい演、あの、クズっぽい役もやらせんだっていうのにちょっとね、意外だったのと、うん、あとまあ、特撮シーンにおいては、やっぱね、あの、バラゴンの着ぐるみってすげえんだなっていうふうに、今回見てて思ったのと、うん、あとはやっぱ、フランケンシュタインのその盾、盾 うん、なんか、うん。本当に、人型のでかい奴が怪獣と戦ってるって言うけど、はいはい、やっぱ他のキャラクターとやっぱこのフランケンシュタインの戦い方っていうのは本当に違うんだなっていうのですごいなっていうのが、またなんか、うん、まあそれも詳しいことは後々言うとして。うん、で、まあ最後、結末はまあござ、まあご、二人ともご存知の通り、あのか,か、形になるわけですけど、うん、なんか、はいはい、うん。 なんか同じ構図でもなんか作った人とか作られた時代が違えばなんかランページみたいな終わり方にもできるのにやっぱ最後は死んじゃうんだなっていうのでやっぱうんフランケンシュタイン結構好きなんでなんかちょっとしっみりしちゃったなっていうので、はあ、まあでも本当に非常に楽しい映画でまあ後々いっぱい語,語らせていただこうと思います、はあ、はい。なるほどねえー、っと、サツキアさんはどうでしたか僕はねあの初めて見たのは覚えてないんですけどた多分日本映画専門チャンネルだと思うんですけども、はあうん、まあ あの、当時、なんかいろいろ、と、こういう東方特撮映画とか、ごっちゃにして見てて、うん、まあ、まあその中の一本っていうのは、あんな、<laughs> たくさんあるうちの一本として見ちゃったから、うん、そ、そこまで強烈な印象はなかったんですけども、うん、まあ、それなりに楽しんで見てたと思うんですけれども、うんうん、まあで、久しぶりに見て、まあ、あの、うん、 まぶちさんもホンダさんもこういうお話好きねっていう感じ <laughs>、うん、<laughs> は、まあいつも通りなんだし、うん、あの、特撮もんだからとこ,どところどころをすげえと思うんだけども、うん、あの、要はゴジラとかの50メートルクラスから20メートルぐらいちょっとちっちゃくしてリアリティを出そうっていう、うん のはわかるんだけど、この,この前に、ほら、レビューで大魔人とか見てたから、うん、あの、あ<ー>だから、ほら、ガメラの時俺、あの、ガメラ見て、あ、東方特撮ってすごかったんだ、みたいなことを言ったような気がするんだけど、うん、なんか逆に、これ見て、あ、大魔人ってすごいいのかもしれない、この60年代においてっていうのを、逆にちょっと思っちゃう部分があって、特撮の細かいところ、 まあ、大枠はす、そうだね、そうだね、確かにそうですね。大枠はまあ、よくできてると思うし、あの、見応えはあるんだけど、やっぱ、うん、あの、他の作品の名前出して申し訳ない。や、大魔人ってすげえんだって思っちゃうところが、ち々くちくあったのが発見かなっていう感じですね。僕はね、これ多分、まあ、子供の頃見たことがあるような気がするけど、ほとんど覚えてた、タコと戦うシーンだけなんか覚えてたんだよね。 タコ <laughs> の死コだけをなんかずっと覚えてて、その思うとしばらく長らく見てなくて、多分10年ぐらい前に、日本映画専門チャンネルかなんかでやってた気がするんだけど、その時にしっかりとその見て、こんな話だったんだ、みたいな感じで見て、その後もちょくちょくその、なんかあるごとに見るんだけど、まあ、今回もだから、 多分、必要べに、多分1年ぐらい、1年以上空いてると思うんだけど、久々に見たんですけど、うん、ああ、なんか、その、まあ、特撮は良かったり悪かったりがあるけど、なんか、公開された時期とか、その、立ち位置的に結構興味深いおも作品だなと、うん、非常に面白い、うん、うん、あの、映画としての面白さ、ストーリーの面白さ以外にも、なんかその、うん、映画史的にちょっと面白いな、特に東宝、 撮影が私的に面白いかなってう思う部分が結構ありましたね。うん、今回見て、改めてね。うん、うん。ちなみに僕はあのタコがあんま好きじゃないですね。今見るとね。タコのシーンはね。めっち,ちゃいらないなと思いましたね。<laughs> うん、<laughs> やっぱり。その、タコが出るバージョンもね、久々に見たんだよね。うんうん、ずっとそのタコが出ないバージョンばっかり見てやっぱね、タコいらないわと思ったね。うん。なるほど。まあ。<laughs> で、いろいろ話していきたいと思うんだけど、<laughs> ま,あまあ、まず、まあ、まず話し最初に話さなきゃいけないのがいくつかあって、 まずね、はい、あの、これ、ええー、とね、タコが出るのは海外版って言われてるんですけど、実は海外版ではないんですね、うん、これ。あ,<ら>あのね、えー、実はね、あ,<れ>あの、海外版で別にその、ちょっと、取り出しはいっぱいいろいろしてるんだけど、その、結構ね、うん、その線で結構この辺、いろいろ話が出回って、いろいろ、デマとかいろんなものが、もうごちゃごちゃになってるんだけど、これ、東方の人たちもちょっと一時期混乱してたらしいんだけどね、うん、えっ、ー、と、 確かにその米国で公開するにあたって取り出した部分が結構あるんですよ。うん。あの、例えばあの、パトカーのシーンとかが一部その、ちょっと長くなってたりみたいな、あのパトカーがほらあの、あのほら団地のあたりで走ってくるじゃん。あの,あの辺がちょっと長くなってたりみたいなことはしたらしい、うん、あるらしいんだけど、あの、タコはね、海外でも切られてんだよね。 へどこまでが、ごめんなさい、そのちゃんとその、うん、ソースを、きちんとしたソースを今自分で確認できないんだけど、なんかどうもそのキングコング対ゴジラのタコのシーンが好評だったと。うんうん、で、米国向けにこう、タコのシーンも付け足しの時に付けてみたんだけど、向こうで出した時もタコいらなくねってことだったらしくて。まあ、そら、うん、まあね。うん で、切られちゃったっていうのと、あと、キンゴジのタコのシーンが好評だったっていうのが、なんかどうもね、うん、やっぱ本物のタコを使ってる特撮がそのすごいリアルだってことで、好評だったらしいよね。う、本物使ったから。うん,、うんだん。だから、なんか、今回頑張ってそれ、それに合わせて気合い入れてタコを作ったんだけど、全部特撮でね。うん。いや、そう、そうじゃないんだよねっていう感じだったらしいんだよね。うん。 生物の方がいいっていう <laughs>、うん。つぶらや監督、タコ好きなのにタコには恵まれねえな <laughs> そうだね。あ、でもね、最近ちょっと恵まれたんですよ、その部分ね。タコ。おうあ<ー>そうなん、ね、ちょっとこれ切るかもしれないけど、あのー、はい、えっと、レジェンドオブトモローっていう DC コミック原作のドラマがあるんですよね。はい,は,いは,いはい。で、これあのストーリーが、その毎回そのヒーローたちが、その、その主人公たちがね、あの、えっ、ー、と、いろんな時代に、 むか、うん、むか、あの、タイムワープして、その時代でなんか戦うってう話したんですよ。いろんな時代に行て行くって。うん、で、ドラマ版でもそのいろんな時代に行って、行った時代のその歴史上の人物とかに会ったりするみたいな、うん、ゲストキャラでね、登場するみたいな話があって、うん、なんかね、最近の話で、なんと50年代の日本に行くって話があるんです。うん、で、そこでね、なんとね、石シロー・に会う。で、でで石ー・本田出るんだけど、ゴジ0の判決取れないじゃん。 権利をに取りないで、で、ちょっと、そこちょっと粋だなって思ったのがね。で、じゃあ、うん、その、その世界観で彼らが作ってる映画が、なんとタコの怪獣映画を作ってる設定になってる。ほうほうほう。あ、これ分かってるやつが作ってんだな、みたいな。うん、確かに。レジェンドオブトゥモローの世界線では、タコ実現しましたよ、つぶらや監督。<laughs> っていう,うーん。うん DC コミックが、DC コミックの世界で実現してるというね。<laughs> まあ、あ、惜しくもね、ゴジラ対バットマン。ね。 没入企画でありましたけどね。<laughs> こんな形で、<laughs> こんな形で一決するとはね。まあいいや。ゴジラ対スーパーマンならともかく。まあいいや。<laughs> で、あの、まあちょっとタコの話に戻ると、で、うん、結局アメリカでもタコが出ないエンディングで終わってるんですよね。で、これタコが出るエンディングが初めて公開されたのはどうも日本でテレビ放送された際らしいんですよね。<ー>えー、日本でその初めてテレビ放送された時に、 タコのバージョンが初めて公開されたらしくて。<laughs> で、ほら、今と違ってさ。それこそ、ほら、うん、あのー、今、最近なんか、トワ君が見たような時代に見ると、私、あの、こんなもんなんだって思うけど、当時は、だから、2、3年前に公開された映画みたいな、ほら、今で言うさ、あ,あの、あのテレビが地上初登場みたいな感覚で来るわけだからさ、うん、結構びっくりした人が多かったらしいね。はいはいはい、うわなるほど。<laughs> えっていう。<laughs> それ、それはね、うん。映画で見たのと違うね、って ねディレクターズガトバーンって、うん、感じなんだけど、<laughs> 僕はタコいらないなと思うんだけどね。まあい,いや、で、あ物自体はそんなに悪くはなかったけどね。まあねだだだ。あともう一個なんだけど、これはもうね、言わなくてもいいかなと思うけど、一応言っとこうと思うことね。もう、はい、もう鉄板だから、うん、これはもう。 フランケンシュタインという名前だったんですけど、もういい、もうみんなうんざりしてる人の顔が見えるんだけど、あのさ、あのさ、うん、これついては一応だから知らない人もいるかもしれないということ全、うん、全まあ知らない人はいないかなって思うんだけど、<laughs> 一応ね、一応。言いたいだけだろ。<laughs> いや、あの、あ,あと、あと、これに関してちょっと面白いなと思う部分は俺の中であって一個ねうん、うん。あのま、あまあ一応、ぜ一応言っておくと、フランケンシュタインというのはもともとね、あれは、これドイツの小説のキャラクターなんですよね。う,うん。うん、このドイツの、あ、だ、 ミ、うん、メアリー・シェリーさんっていう、その女の、結構可愛かった女の子が書いたらしいんですよね。<ー>小説に出てくるフランケンシュタインという、えー、あ小説に出てくるもので、えっ、ー、と、フランケンシュタイン博士という人がいまして、その人が、うん、あの、死体を繋ぎ合わせて人造人間を作るんですけど、 ええと、うん、フランケンシュタインっていうのはその博士の名前であり、そう、その人が作った怪物はフランケンシュタインではなく、フランケンシュタインの怪物、もしくは雑誌クと呼ばれたりするんですけど、まあ、つまりフランケンシュタインと呼ばれて、うん、ここで呼ばれてるものはフランケンシュタインでは実はないんだけど、っていう話なんで、まあこれさ、あのさ、思うんだけどさ、これさ、うん、よくさ、オタク同士の話でよく出てくる話じゃん、うん、これさ、うん、たださ、降りよくある誤解なんだけどって話をするじゃん もはや誤解じゃないよね、これね。だってさ、誤解であること誰も <laughs> みんなが知ってるじゃん。なんか、うん、不思議だよね、この感覚ね。ネタ<ん>、みんなが誤解してるっていう手でみんなが知ってる話を <laughs>、うん、<laughs> するっていうさ、うん。あのさ、あのさ、でもさ、な、これ、他に例を見なくないこの、もうみんなが誤解だと知ってる誤解って。<laughs> だから、それはお、オタクのうちでは、そうかもしんないな。うん、あんま興味ない人の間ではそうでもないかもしんない。うん。え、だってさ、あのさ、多分さ、オタクになって、友達ができて早い段階でこの話するでしょ、うん、絶対。みんな。まあね。うん。<laughs> だって、オリアって、 初体験あったわけじゃん、これの。うん、<laughs> うん。フランケンシュタインと怪物だから、うん。まあ、一応この映画内でもさ、フランケンシュタインと呼ばれるものの、一応その手はちゃんと守ってんだよね、一応ね。うん。フランケンシュタイン。フランケンシュタイン博士が作ったってう。ん、怪物って言ってるからね。うん。はいはいはい。なんか、まあ、そ俺ちょっと面白いなと思っちゃったんだよね。なんか、これ、<laughs> 誤解なのにわ,なわかっててやってんのかよっていうさ。うん。ね、<laughs> あれだよね。うん オキシジェンデストロレーをセリザマボムっていうようなもん。<laughs> ああ。えー、ビオランティーを白紙っていうようなもんすか、じゃあ。そうそう、白紙。そうだね。白紙、白紙モンスター。白紙モンスター。<laughs> うん、白紙モンスターなんか、白紙みたいな <laughs> まあ、あの、うん、あの、じゅ、あの、柔道のなんか脇固めが木村ロックになってたりとか、うん、プロレスの技が藤原アームバーとかになってたりするから、うん、それと同じようなことじゃないですか。<laughs> そう、そんな感じんうん。<laughs> で、さらにですね、これもともとはですね、あの、キングコング対フランケンシュタインという企画が、あの、ウィルス・オブライエンが確か発案した企画であったんですけど、ウィルスオブフランケンシュタイン。うん。うん、キングコング対プロメテウスでしたっけど、ね。あ,あ、そう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 。プロメテウス。 そうだね。そのフランケンシュタインの怪物が戦うっていうのを、そのウィルス・オブライエンがね、企画出したんだけど、まああの、うん、もうどん、もうその時代、すでにもうフラン、オブレス・オブライエンも不遇の時代に入ってたので、まあそれがなかなか企画がね、まあ通らずに、その企画が巡り巡って東方になってきて、当初はキングコングじゃね、うん、えの、え、フランケンシュタイン対ゴジラをやる予定だったんだけど、諸々の事情でゴジラからね、フラン、えー、バラゴンというオリジナルの怪物になったという経緯があるんですね。 なんか、フランケンシュタイン対ガス人間っていう脚本も提出されたことあったらしい。おかしいですね。<laughs> うん、決着つくんかまあいいや。まあまあでも、この頃だからさっきも言ったけど、もう本当にバットマン対ゴジラっていうのが企画されてたくらいだから。<laughs> あ<ー笑><ま>あ。もう。割と、途方イケイケだったからね、うん、いろんなこと、うん。そうだね。うん。あれだよね。そう,そうだね。うん。だから、見たこと、いろいろあったんだろうね。ま <laughs> あそれよりもウイルスオブラインがね、かわいそうなことね。<laughs> <laughs> 確かに。確かに <laughs>、うん。結果このあの人、不遇じゃん。うん。 うん、最後の。かわいそうだね。ってことで、まあ、そういうわけで、いろいろ語っていきましょう。え、ちなみに、あの、両方見ましたよね。あの、あ一応、トアカ見たんだっけまあまあ、あの、片っぽはちょっと飛ばし飛ばしですけど、うん、どうしても時間なかったんで。うん、え、チャツケンさんは、あの、タコが出る場所はわ見てない。見たこともない。見たことない、実は。あ、そうなんだ。なんか、今ね、うん、あの、円盤買えば、 両方見れるみたいな話を聞くけどね。大体、ほら、あの、俺が若い頃見たっていうのも、うん、あの、これは貴重な海外、海外版っていうのも誤解なんだけど、うん、海外版ですっていう手でか、うん、あの、タコが出てくるバージョンこ、うん、こっちの方が貴重だからみたいな感じで、うん、あの、タコ、タコバージョンをもてはやしてたような気がするんだよ。うん、なんか、うん、いろいろ再放送したりする時っていうのは。<laughs> <ー>今やタコバージョン、 の方が出回っちゃってて、なかなか出ないよね。うん、そうなんだよね。うん、あのね、まあまあ、タコ、タコの特撮の出来よしやしではなくて、まあその、うん、ストーリー的にやっぱタコが出ない方がいいなって思っちゃったのが今回改めて。まあ、の脈絡もないからね。うん、脈絡もないし、何の伏線もない。あれ、いや、ちょっと思ったのが今回ね。うん、あのさ、はい、途中さ、フランケンがさ、あいつがほら、船をさ、 その、こっち来りなみたいなジェスチャーして、あど、どんかさ、うん、船をなんか、どかしたような感じの押し方するじゃんあ、うん、もしかしてあそこにタコいたのかなみたいな。こっち来るたのタコが来るぞっていうので、どかしたのかなっても一瞬思ったかなって。思ったんだけど。うん。うんどうかな <laughs> うん。え、そもそもあの、<ん>あの湖って確か琵琶湖でしょ琵琶湖だ、うん。うん、で、最終決戦あれ、富士山の近くとかじゃなかったですか <laughs> うん、でも、じゃああの、あ、じゃああいつどこに落ちたの <laughs> じゃあ最後の海、海。うん、えっと、えっと、だから原<え>の近くだから元栖湖とか、あ,あの辺り、富士五湖の辺りじゃないですか。うん、ああ,あ, <laughs>、まあ、あれ、湖。湖ああ、でも、うん、なんか海みたいに見えたけど、これ。<laughs> うん、まあでも、そうか。水海の、も<ど>ん,ん、ね、モトスコにはなん、モスコにはなんかモッシーがいるって話だから、うん、そうか、モッシーの正体をタコと考えれば、辻褄は合うのか。<laughs> 合わねえよ <laughs> 合わねえよそんな、そんな、そんな。<laughs> んな <laughs> いや、未確認生物、未確認生物の目撃証言がある湖ですから、うん、あそこが、あの、引きずり込まれた湖がモトスコだとすれば、一応の整合性取れない。いや,いやいやいや、<laughs> まあ、取れんのかな、まあ まあ、ユニークな新説と、結構こうよ。タコだったっていうね。うん、まあ、だって、うん、結構ありますよ。あの、海、なんか、う海で、あの、目撃される、うん、あの、未確認生物の正体は巨大イカだとか、そういうなんか説もあるから。ガガガガガガあのね、未確認生物がありっていうその説の、実はタコだったって、それちょっと間違いだからね。<laughs> タコところイカだったっていう <laughs> 説があるって。<laughs> いやこ,うこういうの言ったもんがしたらいいよ。<laughs> <laughs> まあね、うん、まあまあまあ、うん。<laughs> タコとかイカとかウナギとかナメクジとかいろんな説はあるんですよ。あまあ、うん、もちろん恐竜の生き残りとかもありますけど。うん、だからまあ、うん。海底の洞窟にでも潜んでいたんだろう。まあ、もしくは、あの、あれだよ、ね、のほら、つぶらさんがほら、多分さ、俺今度、怪獣映画作るの G 作品ってやけど、怪獣映画やんのってってさ、そこの女の子が、<laughs> えー、マジであの、タコちゃん うん、タコ娘が、うん、あの、うん、私出たいっすよつってさあ、マジで出るっつってさ、あのー、ス谷ラエジさんちょっと調子乗っちゃって出、出すって言っちゃったんだけど、あのさ、あやべあの、あ、何あの、あのトカゲっつったら。あ,あいつ、新人のゴジく君です。マジであいつ出んのみたいな。うん、もうだって、もう、もう、コーチモモコさんとも、デート写真撮られるぐらいですから、もう、硬いっすよ、あれは。って言われて、マジかっつってさ、うん、タカタコちゃんちょっと、今度なんだけど、つって。 つぶらさん。いつ私の主りが作ってくれるのつぶらさんつぶらさん <laughs> つってさ、最後その、怨念で出てきたんじゃないのあれ。この間の。何の話だったっけ <laughs> 確かに何の話だったゴジラアイランドレビューじゃないんだから。あ、そうそうそう,そう。<laughs> <laughs> えーっと、じゃあ,あの、特撮なんだけど、うん、あのね、今回やっぱその、リマスター版じゃん最近のリマスターされたものじゃん、うん、はいはいはい。うん、やっぱ見るとちょっとさ、あれこんなに荒かったっけみたいな合成とか うん、思ったんだけど、その、後でその、VHS とかの昔の画質のやつで見ると、あんま違和感ないのね、これが。そうですよね。あの、ほら、ほら、あの、さあ、えっ、ー、と、住宅街に来るじゃん、うん、あいつが。あうん。あの、あの集合住宅じゃない、なんていうけあれ。うん。ま<の>、集合住宅っていうか団地に来る。だ団,地団地に来るじゃん、あれ。うん、団地に来るシーンに窓覗くシーンがさ、こんなになんかブルースクリーンのその影みたいなの,のいっぱいガラッバッチリ見えて、うんうん こんな汚かったっけ、うん、と思ったんだけど。いや、<ん>まあだから、<ん>全体の画質が低ければなんか、うん。そ、そう、総合的に低いからまあ、そこも気にならないぐらいの争いだよね。そうそう、だからそこも気にならなかったし、あとほら、<ん>あとでほら、バラゴン、あ、じゃあ、フランケン以外にも、怪獣がいますよっていう時にさ、自衛隊の人がほら、<ん>草むらの中から、ある、 前に知ってその向こうに戦ってるシーンとかさ、あと、ラストシーンのほら、周りが燃えてて、フランケンとバラゴンが戦ってるシーンとかも、あれさ、リマスターされると、わってなる、ちょっとあれかな、なんだけど、VHS の頃の画質で見ると全然 OK なんだよね。だから、ま、ラドの時も言ったけど、多分、もうそれ前提で作ってるよね、う。ん だから、リマ、うん、デジタルリマスターの悪いところなのかもしれない。う,ん、うん、いや、もしくは、だから、今の技術なら、その、ある程度、その、何、うん、あの、リマスターすることによって、出ちゃう、あらとかも、また。 あの、リマスターの画質のまま目立たなくすることもできるのかもしれないけど、今ってもう、そういったものは逆に大事に取っといちゃうご時世じゃないですか。キングコング対ゴジラの 4K 再現の時だってあれなんか、ワイヤーとかが映った場合はあえて残すとか、あとなんかラドの DVD 化の時にワイヤー消したらボードが起きたとかそういう話もあるから、うん、なんか、むしろ今の風潮として、なんかリマスターする際にはああいうのを残、もう、たとえ消せたとしても残しとくみたいなこともあるんじゃないかなとは。いやたださ、個人的に、まあまあ、昔のもんだからしょ やっぱ今見るとどうちょっとなんかその作品の正当な評価する上でちょっとこれはどう評価するもんのかなと思っちゃったね。今回見てて。<ー>うん、で、あと、改めてあ大魔人の <laughs>、なんか比較すぎなのは良くないけど、合成すごいなって思ったんだけど、ただね、大魔、単純に比較できないのは、大魔人の場合はほら表面がさ、 いや、やっぱちょっと、この間見たったから、うん、ちょっと、どうせ頭に残っちゃうんだけど、大魔神の場合は、表面がさ、艶がないじゃん、あれ。うん、やっぱね、見てる人、今回のほら、水の首とかほら、ツヤツヤしてらっしゃるじゃないですか、<laughs> 若い頃の水の首様。<laughs> 自分でも合成したことあるんだけど、ブルーバックとか、グリーンバックとかね。うん、やっぱね、ツヤ代わりとね、やっぱ、ああ、なりやすいんだよね。うん、で、やってみて思うことは、やっぱ、大魔人の,の表面の質感だったら、あの壁とかね。うん、あ、綺麗に合成できるわと思った。うん <laughs> 確かにね。それ、も見越しての、だから、石像っていうモチーフの選び方だったりすんのかいや、それは多分結果的に良かったかな。うん。まあ自分もやったことありますけど、同じブルーバック、グリーンバックでも、あの、何、超合金魂よりもモンスターアツとかの方が合成しやすいみたいなもんですよね、それの。あ、だからあの、バンブルビーのマスターピースでも、あの、G1 版の、だから、黄色い黄色い色だと、 いってるんだけどメタリックなカラーになるとやっぱ剛性難しくなってくるんだよね。うん。荒くなりやすいんだよね。今見る人が昔のだから荒いんだっていう風に見てもらうのはなんかちょっと残念だなと思っちゃったかな。剛性に関してはまあ。あとその今の画質になったことによってっていうとあの画面の明るさっていうのもあると思うんですけど、あのフランケンシュタインがあの研究所から逃げ出してあの逃げ出し 研究所から出てきて、で、その後にそのなんか森か林の中に逃げ込むっていうシーン。うん、あのシーンがあの新しい画質で見ると、まあ、 夜のシーンで,ではあるけど、割と明るいわけで、うん、で、うん、なおかつ、そういうちょっと明るめのシーンの中で、まあ、ほぼほぼ人間と変わらない格好したフランケンシュタインが、これまた再生速度もほぼ普通の人間を撮るときと変わらないようなスピードで動き回るから、うん、なんかちょっとシュールに見えちゃうんですけど、うん、古い画質で見ると、なんか程よく暗くて、なんかそんなにシュールさを感じなかったなっていうのがあったりとかして、うんうん、あとあの、秋田の油田かなんかにバラゴンが出てくるシーン、うんうん、秋田県石油出んのかってちょっとびっくりしたんですけど、<laughs> その秋田の油田に最初のバラゴンがちょっと顔出 シーンでも、うん あのあ、新しい画質だと割とやっぱり夜のシーン明るいんで、地割れから結構はっきりバラゴンの顔見えるけど、うん、古い方だと割と画面が暗いから、うん、な何かがいるのはわかるけど、バラゴンってはっきり見えないから、そんなになんかシュールス感も薄れてたなっていうので、うん、うん。まあ合成だけじゃなくてちょっと明るさっていうのも関わってくるのかなと思ったりはしましたかね。うん、その夜のシーンとかのそのフランケンとかバラゴンの映し方に関してはやっぱりそういう環境を見越しての撮り方ではあったのかなとは思ったりはしますね、うん。難しいね、今話すのは。難しい。うん。うん 正当な評価、自分らがやってるレビューも正当な評価なのかっていうのはちょっと、うん、疑問っていうか、うん。ミニチュアとかも、なんかね、いや、モスラの時ってすげえミニチュアすげえなと思ったじゃん。うん。なんかね、そこまで、あー、わかんない、画質の問題もあるかもだけど、うん、今回すごい、あ、すごいいいなと思うところもあれば、ちょっと、うん、茶いいのかな山小屋の、うん山。壊される前の山小屋がそんなに良くなかったりとかね。うん。うん まあ、希望の問題とかもあるとは思うんですけど、もうん、うん、モスラの時は本当にまあ結構まあ当時のビル街だったけど、今回割となんかのどかなのノーストーンみたいな感じのほとんどだったし。そう。だから、割とこう、壊すシーンも、やっぱでかいのもあるんだけど、いや,やっぱ、うん、ところどころチャチいなっていうのもあって。うん。うん、いや、ね、俺やいや、あのいや、ちょっと俺、それそ、ちょっと思ったことね。 まあ、の、ほら、どうせほら、あの頃のさ、つぶら屋さんとかってさ、深格化,化されやすいんだけど、うん、なんていうかさ、あのさ、うん、モスラの頃とかと違って、もうなんか、そっち行くの飽きたのかなっていう。そっち。っちだから、だからさ、もう徹底的な作り込みでリアルにさ、したっていうのは、モスラとかラドンのさ、方、うん、とかで結構やってるじゃん、うん、は,いはい。なんか、あとこの頃ってほら、やっぱ忙しいじゃん。 会事、うん、<laughs> がいっぱい作らない、忙しかったりもするし、で、うん、な、なんだろうね。実は、あのモスラとかよりも、そんなに、あの、言い方が難しい、手を抜いたっていうわけじゃなくて、うんまあ、ルーチン化したというか、なんか、あ、これなんか言い方を間違えると、そのさ、誤解、その、批判と誤解されるから嫌なんだけど、うん、うん。ちょっと、 うわなんて言えばいいかな、これ。やっつけとも違うんだけど、なんて言うのこういうの。まあまあ、言いたいことは。言いたいことはかる。うん、言いたいことわか,かる。バーサスシリーズのゴジラとかでもそういうのたぶんありますし。あるじゃん。うんうん、だから、バー、バーサスなんていうので言うとさ、ほら、あのさ、爆発とかを、あの、まあ、かっこいいし、うん、パーンって破裂すればいいよねっていうことでさ、実は結構高み。 っっぽぽいいいななみたそうう感じあったりするじゃんあと、なんか、自衛隊のシーンで結構、ビオランテだと実際のあれ使ったりとか、キング・ギドラ、モスラあたりだったら割と、あの、ちゃんと模型使ってたけど、バーサスメカゴジラあたりからちょっと、戦闘機のプロプちょっとなんかおかしくねっていうような感じになってたりもするし。だから、うん、そうね、だからもう、慣れてきて、手癖で作り始めてるところあるのかなとか。あるね、あると思う。あとほら、つぶらしさんやっぱさ、 新しいことしたがるじゃん、この人って。うん、だから、実はそのゴジラってもうモスラーの時点ではもう飽きてた、てかキンゴジの時点で飽きてるみたいなゴジラに関してはっていう話も聞くから。うん、<の>怪獣大戦争の時点ではもう本当にやりきってたみたいな話も聞いし、うん。だかし、うん、もはやまあ農村に怪獣が出てくる。だから、わざわざ馬をあのミニシャーでやりとかやるじゃん。うん、だから、あんまりその破壊、うん、建物破壊に興味なかったのかなとか思う。 うーん、なんか、その、馬とかイノシシとか、まあ、今見ちゃうとどう、どうよとは思うんだけど。あのね、馬は、馬割と良かった気がするけどね。イノシシがね、あの、自衛隊の、あの、穴に落っこちた戦車のところに集まってきた、あの、自衛官のところにイノシシが走ってくるシーンあるじゃないですか。ね。イノシシだうん、あれでなんかもう縮尺おかしくなってて、イノシシがおことのしさみたいになってましたからね。マジ、マジ まずそれ、だからあれだよな、ね、おっ、おっこと主でもなくて、おっこと主の、を、ほら、あのー、おっこと主を油断させるために、毛皮かぶってさ、行くシーンあるじゃん、物抜き姫で。ああ<ー>。あれだよね <laughs> うん。 うん、あれに使われてたイノシシそう、そう、だから、だから、サンが、あれいたら、ダメつって、おっかとのテストもダメつって、おぉ、イニシエの戦士たちが帰ってきたぞって、で、なんかあの、こと、で、言葉喋る猿が、森の終わりだ生き物でも人間でもないもの連れてきたとか言い出すんですよ、多分。あれだねまあ、まあ、バラゴンがいるんだから、おっことのしでもなんでもいるだろうって感じ。あれも東方怪獣なのかもしんないよ。 いや、でもね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 、この、でもね、この世界はね、あの、十年、十年もたって、ゴジラ出現から10年も経ってないような世界なのにね、あの、博物館行ったら、そんな巨大なものがいるとは思いませんけどね、とか言っちゃうような人間の世界ですよ、この世界。いやいこれあの、うん、多分繋がっていないんじゃないのじゃあなんで怪獣送信撃の時にはいたんですかね、バラゴン。いや、あれはだから、あれはリーマジだって。うん。違う。あ あ、あれのバラゴンは、だから、総進撃バラゴンだから。あ、だからあれだよ、ね、俺。ディケイドクーガーみたいなもんだ。そう、あの、あの、ウルトラセブンだってさ、<laughs> その、ウルトラ兄弟と設定関係ない世界線があるわけじゃん。 ね。<ー>だから、こっちの裏腹の方は、だから、平成セブンの方に繋がる世界線だと思えばいいんじゃないのかな。<laughs> うん、なるほど、うん。いいね、この会話オタクっぽくてね。今日なんかさ、オタクっぽい会話多くない <laughs> なんか、フランケーみたいいや、映画の題材自体オタクっぽいから、<laughs> うん、まあね。うん、そうだね。<laughs> そもそもあの、オタクな我々を育ててくれた東方特撮のレビューですからね。まあ。そうだね、まあうん。オタクっぽくなるのも、うん、しょうがないっていうか。うん、で、まあ、あとあとね、そのね、あの、バロゴンとかの出てくる時の音楽がまんま大魔人で面白かったね。縮尺的にも、しかも最近さ、見たのもあってさ、あの、大魔人やっぱり俺らが意識してるじゃん、すごく。その時に、うん、バーバーバーって言てる。お、魔人様、うん マジン様が来るで、す<う>。あ、バラゴンやつ、つっうん。マジン様と思ったら、なんかパグみたいな怪獣がやってきたぞ。<laughs> <laughs> かわいいですよ、バラゴン。<laughs> ま,あね、まあね、かわいいですね、確かに。バラゴンですもよ。バラゴンの可愛さありだよね。そのなんか、正当派の可愛いの気も可愛いだよね、こいつはね。そう。だパグだよね、<グ>本当にパグみたいな。あ<グ>、ぶさかわいブサ可愛いだよね。うん、そう。ぶさかわいい。うん で、バラゴンはね、結構思ったのが、いや、目がすごい動くなって、これ、バラゴンのスーツ見て思って。うん、なんか、ここまでギョロギョロ、ギョロギョロ目が動く、あの、怪獣の着ぐるみって、少なくともへ、うん、昭和においては想像ないんじゃないかなっていう風にもちょっと思ったりはして。うん、結構、あの、フランケンシュタインに飛びかかって、それをかわされてで、フランケンシュタインが後ろに回り込んだところで、顔が、このし、 体制を起こしたときに顔が映ったと思ったら目が本当に両目とも、あの、後ろを見てるような感じになってたりとか、うん、なんか森の中に隠れたフランケンシュタインをこう探し待ってるとき、本当に目が左右にギョロギョロ動いて探してるようになってたりとかね、結構ギミックとかもしっかり動かしてんだなっていうふうに思ったりはして。うもうこの着ぐるみの出来が良かったあまりにね、<laughs> まあ、この後キァラゴンさん、本当にね、<laughs> 超苦労されますかね、この方ね。もう、うん、労災認定されんじゃないかってぐらいすごいことになりますよ、ほん苦労した結果ね、最終的に一週目さに晴れの舞台に出れると思ったら出れないからゴロザウルスに取られるからね、こいつね。なんか俺なんかね、怪獣界の大部屋俳優って感じがするんだよね、バラゴンさん。あま怪獣版中島春夫さんですよね、この人。多分。春夫さんとかなんか手、手塚さんじゃないよ。手塚さんの方かな。 いや、ちょ、っとそれもなんかそのね、よく見る大部屋俳優の人さ、沢村伊京さんとかさ、うん、あの辺の。この人よく見りなっていう。よく見りな誰か知らんけど、みたいな。うん、<laughs> ね、もうその後このこの、このバラゴンとしては不遇の時代を迎えるからね、これ以降ね。これもあとあ出てきたと、うん、出てきたと思ったらなんか、かませ犬だしな。タイトルにも外さだし、タイトルからも、タイトルにも外される。<laughs> いいじゃん、あんだけ長いタイトルになんだから、<laughs> バラゴンぐらいつけてもいいじゃんって思うけどね。<laughs> ごじゃ、ごまあ、だって、<ン>うん。あの、あの、それこそほら、あの、うん、メジャー俳優に出番奪われた他の二匹に比べではまだいいのかなうん。うんなんかね。ファイナルウォーズに出してやってもよかったのにね、そういう、そういう意味では。そうね。あんだけ出てくんなら。うん。まあ、ファイナルウォーズはなんで出ないってやつ多いし。うん。<laughs> うん。なんかね、パラゴンさんかわいそう。<laughs> かわいそうだね。そうだね。何ストーリーとかに関して何かありますストーリーはまあ、いや、俺的には、ほら、いつも、いつもの、ほん、いつものまぶち脚本本ン演出だから。うん。まあ、自分はやっぱり、めず、あの、まあ、高島さんの役が、だから高島さんがさっきみたいに珍しく高島さんがあんな冷酷というかクズの役やんだなっていうので、うん。割とだ、 なんかね、うん、この、ニック・アダムス、そうん、最後ちょっと抗論みたいになるじゃない、うん、あそこがなんかね、うん、た、建前の裏に自分の本音を隠してなんか、フランケンシュタインをほか、なんか捕獲するんだみたいなことを言う高島さんとなんか、うん、あくまで建前で立ち向かってるニック・アダムスっていうのはなんかね、うん、うん、やめてくれって、うん、<laughs> 自分はなんか、あの、水野久美さんとニック・アダムス とは、どこ、うん、どこまでもなんか、高島さんは考え方がずれてんだなっていうので、なんかう、うん、こいつ食われろよっていうふうに思ったし、うん、あと、なんか、あの、あの、高島さんの役がなんか本当になんか人間としてなんか欠如してんだなっていうふうに思って見てて。欠如してるかな,なか俺むしろなんかさ、<の>ね、なんか、<い>ほら、うん、あの、 例えばですけど、うんうん、人間って、あの、魚は捌けても、あの、犬とか猫とか牛とか豚って、そうそう簡単に殺せないじゃないですか。うん、だって人間により近ければ近いほど傷つけるのって躊躇するでしょ。うんうん、そう考えると、この、今回や、高島さんがやった役って、ほとんど人間と変わんない姿形のフランケンシュタインの手を切り落とそうとするわけじゃないですか。<laughs> なんか、それをやれるとこまで行くって、こいつなんか出る作品間違えたらなんか、悪の組織のボスかもしくはマットサイエンティストになってんじゃねえのっていうふうに思う。いや、それはないと思う。<か>うん、科学者ってそういうもんじゃねあのね。のいや、まあ自分が文系な人で、まあ理系なこととは無縁だから、ちょっとそこら辺分かってないのかもしれないですけど、そういう人間だったら、切る前に、ブランで飲まないよね。あれウイスキーだけど。あ、ウイスキーあごめんウイスキーか。うん、ウイスキー飲んでるじゃん。だから本人もだからね、躊躇はしてるんだよね、やっぱり。 あなのと、うん、俺ね、悪い奴って言うじゃん確かに映画見てるこいつ悪い奴に見えるんだけど、<あ>悪い奴じゃないんだよ、ね、別に。こいつは単にやっぱ科学者というか、うん、悪人じゃないじゃん、こいつ。あくまでやっぱ仕事として考えてるじゃん。うん、だから、その辺はなんかその、むしろ水の組との方が、その、仕事として大人として見るならよ。 感傷、うん、的になりすぎてるような気がする。その、嫌な言い方するとね、見方によってはね。うん、で、高島たとえばだからそこをちゃんと線引きしてるんだよね。うん。だし、この人は大人じゃん。うん、で、あの、建前を使える大人なんだよ、この人は。うん。うん、で、映画の世界ではどうかわかんないけど、現実ってこういう人じゃん、基本的にみんな。 だから、俺、だから、こいつがなんかね、別の世界線で悪になるっていうのは、それは言いすぎ、考えすぎじゃないと思っちゃうですかね。だって、ただ、ただね、あの、民間人の身でありながらね、あの、目倉にしちまえば問題ないですよって言って、言っといて、なんか、民間人の身でありながら、お前それ民間人が持ち出していいような白もんじゃねえだろっていうような威力の主流だ持ち出してきたときは、こいつ本当に大丈夫かと思いましたけど。ああ、だからあれじゃない、やっぱ、あの、 研究、だからその特殊な研究してるからってそういう特権があるんじゃないのう,ん、うん。いや、でもなんかあの爆発の規模とか、しかもなんか1個や2個じゃなくて、カバンの中にお前何個入れてんだよってぐらい大量に持ってきて、なんか、お前絶対なんか科学特捜、科学特捜隊かどっかからバクってきただろうっていう,ういや、まあ、あの、爆発の規模とかっていうのは、<laughs> うん、ほら、あの、特、特撮でセーブが効かない部分とかもあると思うから、まあ、あれなんだけど。<laughs> さ、だから、さすがになんかね、あの、目くらいに芝居も問題ないとか言い出して、手榴弾持ち出してきたあたりでは、本当にこいつはヤバいやばい奴なんじゃないかとは思いました、ちょっと。いや、やばいんじゃなくて、だから、そ、もう、そういうものだと思ってんだよ。だあくまでその動物研究対象うん。だから別にだからあいつは、だから、あの、これがよ、だから、あの、クランケンシュタインを殺したくてしょうがないんだ、あんなの殺さなきゃいけないんだって言い出せばやばい奴なんだけど、うん、そういうわけじゃないんだよね。うん、あくまでやっぱこの人にとって仕事なんだよね。 で、だってほら、これさ、つい出てくるけどさ、もう研究費用がないとかお金がないって言うじゃんはいはい。研究費用を稼ぐためにやっぱり、あの人たちが仕事を続けるにはあれを捕まえなきゃいけないんだよね。うん。うん、それは。私は、私は気まぐれに言っているのではないよって話だよね。うん。そこがなんかね、ほら、大人って嫌なもんじゃん、基本的に。うん。だからやっぱり、 子供にとって嫌に見える大人ってこういうことなんだろう。うんだからこの人は悪い人ではないんだよ。うーん。うん。だし、うん、それなりに、だからやっぱり、うん、手切るときはすべて、先でちょっと自分ごまかしたりもするし、みたいな。う,ーんうん。 まあでも、まあ、まあ結局のところどういうあれかとは、は置いといて、まあ視聴者から見たら、特に子供から見たら嫌に、嫌な奴に見える役を、まあ高島さんがやるのは珍しいなと思いますねやって。確かにね。まあね。なんか、やっぱ、金吾寺だとやっぱり気のいい行動力のあるあんちゃんだし、まあ、海底軍艦だとまあ、やっぱりその、ジェネレーションギャップでちょっときついことも言っちゃうけど、基本的にはまあ、あの、うん、これまた、あの、高青年だったのがね、今回高島さんこんな役やるのかっていうのはちょっと驚きました、うんうんうんあ。ただ、あと面白いのが、その、そういう、 キャラってさ、やっぱ敵になりがちじゃんただ、うん、これを見たりと、どこまでも別にニック・アダムスと水野組ってさ、それはそれで認めてるのが面白いんだよね。なんか高島ただがそれ否定するんじゃなくて、うん、なんかあくまでその、そういう考えの人っていう。で、やっぱなか、うん、最後ね仲間じゃん。まあ、そね、はい。うなんかそこはちょっと面白かったな、っていう。うん。うん。なんか、結構そういうの、 ちょっと安易にあ悪役にしちゃいがちだけど、そうではないっていうのが面白いとこだと思う。なるほどね。うん。かなで、あと、今回ちょっと見てて俺興味深いなと思ったのがさ、さっきはその,、はい、その科学特捜隊じゃんとか言ってたじゃん俺、だから俺、ちょっとこれってなんか、東方怪獣映画としては、結構分岐点にこれある作品だと思うんだよ。だちょうどさ、これの一個前がさ、 あの、うん、地球最大の決戦じゃんはいはい、うん。で、あの、ゴジラがいいもんになっていくじゃん、これ以降。うん、はい。うん。で、そこに来てこれって、もともとこれはフランケン対ゴジラという企画だったし、まあ、うん、まあ、聞くところにともこのフランケン対ゴジラの、あの、ゴジラ以外はもうほぼもうこのまんまだったらしいのね。うん、はいはいはい,いや。だからさ、バラゴンってさ、 こいつ、あいつ何だったのって感じじゃん、これ見てると。うん、この映画見るなんか、うん、唐突に出てきて、うん、バラゴンって名前もいきなり出てくるし、うん。なんだけどさ、あの、これ、ボジラだと思うと、すんなり受け入れられる、ね。あ、なるほどね、まあね。<と>うん。で、あのー、これだから面白いなと思うのが、あの、うん、今までさ、ほら、東方開示でここ65年だからさ、約10年 その怪獣、はい、ゴジラから始めたして怪獣をバンバン描いてきたわけじゃん。で、はい、そのほとんどがさ、やっぱりその、ま、ま、核の象徴、戦争の象徴だったってことはもう、まあ、うん、ゴジラからそうだったわけじゃん。ラダの時も原爆の足が出てくるし、うんうん、モスラだってその、その核実験が行われた島のでかい虫っていうれだし、うん、あの、うん、そこ来るとこのフランケンってさ、今まではほら核実験だったじゃん 直接広島原爆で生まれてんだよね、この人。はいはいはい。で、人そうなんかわかんないけどうん。ま、あま、ま、人というか、ま、ま、な、な、な、ん。ま、ま、人。ま、プランケンといえども人間です。で、水の首が言ってた。うん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 。やまうん。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  あのー、まあ、その刑夫、うん。まあ、うん、その、まあ、その刑夫なわけじゃん。そのゴジラの系譜なわけじゃん、んはい、怪獣映画のね。はい、で、すごく、今までってさ、だから、ゴジラってよく言われるのがさ、ほら、その、まあ、その怪獣でありながら、そのさ、まあ、戦争のメタファーであり、戦没者のメタファーでありみたいなさ、うん、戦争、うん、日本が受けた戦争による負の遺産が、あの、怪獣となって現れるみたいな。うん、負の側面が怪獣になって現れるわけじゃん。うんうん そこ来ると、なんか一番なんかやばいんじゃないのかって、これさ、まあ見た目人間じゃん。人間の、まあ、い、こう、なんかなんていうかさ、えすごくデリケートな問題であることは、承知の上で言わせていただくと、なんていうか、原爆によって、あ、うわうわーってなっちゃった子じゃん。見た感じ、見た目とかね。まあ見た目とかね。で、あとさ、これさ、 65年の作品なんだけど、うん、戦後20年なのね。<ー>なんだけど、うん、作中の時代だって、戦後15年、まあ、あの、ほら、死んだ子がいるから、多分15年か16年なんだよ。十五六年の戦後。ちょっと昔に、として設定してるのね。うんうん、不思議なことに。で、で、まあ、あほら、戦後のフロージ。はい、戦後はフロージがいたんだけど、戦後、 戦争によって生まれた不老児の象徴でもあるわけじゃん。で、なんかね、うん、今までほらゴジラとかって戦争のさ、負の遺産、負のメタファー、うん、っていうことは分かってたけど、トカゲだったり鳥だったり虫だったりしたわけじゃん。うん、今回、はい、まんま人として出てくるし、その、戦災による不老児っていうこと、うん、戦争で行き場を失った子供なんじゃとしてさ、まんま出てきちゃうわけじゃん、この人。うん、うだから、 ある意味、ゴジラという、爬虫類、虫、鳥っていうフィギターを通さずに、まんま怪獣化した人じゃん。うん、<laughs> ゴジラがさ、ほら、あれは戦、戦ツ者の例なんだっていうよりも、こいつじゃん。うん、ゴジラってつまりこういうことじゃんってやつが出てくるわけじゃん。人の姿をしてる、ね。はい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 。うん。<laughs> なんか、ある意味その、 初代ゴジラからの警符の終着点ってこいつなんじゃないのかっていう。今まではいろいろほら、ぼやかしてぼやかしてぼやかしてやってきたじゃん。はい、うん。虫だったりアリだったり、その、あとしかも、原爆も直接の広島の原爆ではなく、その後の核実験でやってきたじゃん。うん。まんま人の姿、まんま広島の核で、原爆で生まれたっていう。うん。一番その何のフィルターも通さずに出てきたのがこいつな気がするんだよね。確かになぁ。うん。うん だから、こういうことなんだよっていう、つまり。言いたいことはこうなんだよっていう。だから、究極系、これ、ゴジラの究極系がこれだと思うんだよ。ああ、なあ、うん。まあ、ドラマ的にはそうかな、ってそうです。うん、まあ、うん、そ、それと戦うのが、かたやただの指定生物だから。って思うんだけど、うん、って思うんだけど、俺が今回見てて思ったんだけど、さっきさ、元々これゴジラの企画ってわけじゃん、うん うん、はいはいはい。で、だからつまりあれってさ、バラゴンだけど、本来あれゴジラなんだよ。うん、ってことは、二<ー>人とも核の影響で生まれた、うん、方や人、方やあれなんだよね。だつまりその、うん、あのー、戦争のメタファーの代表格が、ついに、ラスボスとして人間と戦うって話なんだよ。<laughs> ゴジラが。<おー> <laughs> で、しかもね、そうなってくると、うん、この年にゴジラってさ、その大、 最終イドの決戦って、選択を迫られてるわけじゃん。このまま人間の敵って何のか、それとも、いいもん何のかっていうことで、今後ゴジラはいいもんとしてのさ、役割を得てくるわけじゃん。なっていくわけじゃん。ここでその怪獣たち、ゴジラっていう怪獣代表が、そういう道を選ぶ、じ、地点にこれがあるじゃん。で、その結果、バラゴンとフランケンって同じものなんだよ。だから。なんだけど、その、負の、負の部分、 うん、気持ちの悪い怪物、妖怪的な部分は、のゴジラ、で、怪獣、ゴジラの、えー、もともとゴジラだったものを、の妖怪成分で分けたのがバラゴンで、その、実はそこに見てた、戦没者の例であるとか、その、うん、人間の負の部分っていうのをフランケンに分けてると思うんだよ。ほう。ほうほう。ほうで、で、妖怪的な部分がバラゴンで、人間的な部分がフランケン。 で、うん、フランケンズってさ、結構人的になってくるじゃん。うん、で、なんか、ここでバラゴンを殺したことによって、まあ、ゴジラを殺したんですよ。うん、悪のゴジラ、あでは、負のその、妖怪的なおどおどしかってゴジラの部分をぶっ殺した結果、人、人権を守る巨大巨人ってことで、この後ウルトラマンが出てくるじゃん。この後。うん、で、科学の、科学に精通してて、ちょっと特権的な、こう、その、 力を行使できる人たちっていうことで、だから、半分科学特装大だと思うんだよね、あの人たちってね。だから、だ,だ,だから、<ー>おそらくここに、ここでゴジラは、ゴジラが、バラゴンとフランケンに分かれて、フランケン成分はウルトラマンになってって、ゴジラはゴジラですの、いいもになっていくみたいな部分に分かっててくんのではないでしょうかということで、ちょっと無理やり考えたんだけど、うん いやでも確かに、あの、ウルトラマンは、ウルトラマンの結構源流にこのフランケンシュタイン対バラゴンがあるみたいな話は聞きますから、あながち間違ってもないんじゃないかなと思います。馬乗りになって叩くとかよくあるじゃん、あいつ。うん。だから、そもそもだから、あの、図体はでかいけど、人型のものが人間に害をなす、でかい、これまたでかいやつと戦ってくれるっていうのは、まあこれはまあウルトラマンだよなっていうのは、それはまあ前から思っていたことでありますし、かも間違っちゃいないでしょう。で、しかもここで、その、 人間、人間の成分と怪物、妖怪成分に分かれた部分で人間成分が、妖怪成分をやっつけたんですよ。うん、もうゴジラは、あとは正義の道を進めるわけですよ。確かにこの後、うん、あ、これ以降は大戦争だから、うん、うん、そうなってはいきますも、ねうんね。これあの、収録後に追加で撮ってますが、やっぱなんかすごいなと思うのがね、あのー、 原爆で生まれた怪物が、その後の水爆で生まれた怪物を、しかも人間の姿をして殺しにやってくるっていう構図はなんかすごいと思うんですよね。その後のね、原爆というあれだけの悲劇を生んだ事件の後で、人間は再び水爆実験をやって、あんなゴジラのような怪物を生み出してしまった。それをね、原爆で生まれた人間の姿をしたものがね、殺すために戦うんですよ。で、最後はそれを殺した怪物と共に、 自、自らも滅んでいく。共に、なんか土の中に埋まっていくっていう、なんかね、怖い話ですよね、これね。だからある意味俺は、これって、東方怪獣映画シリーズと、ゴジラから続いた映画シリーズだと、一旦の最終回だなっていう、感じがした、うんうん。もうそんな時代じゃねえだろっていう。で、ここでもうやりきったからね。うん、もやもやした部分を。ぼやかしぼやかしてやってた戦、うん、戦災孤児とかの話もやっちゃったから。うん。 ここで決別したんですよ、なんかゴジラはっていう。なんかね、うん、これが、うん、もしバラゴンがこのままゴジラだったらって考えると、うん、まあ、わかんないですよ。結末変えられるかもしれないけど、うん、もし話が本当にまんま作られたら、ゴジラってこの最後で本当に死ぬわけじゃないですか。首の骨折られて。うんうん、そう考えると、よくあの、怪獣総進撃が、あの、昭和版ファイナルウォーズだって言われてたじゃないですか。はいはい。フラバラって、あの、昭和版デスゴジになってたのかなって今ちょっと思ったりもしましたけどね。で <laughs>、まあ、まあ、まあ、タコじゃないにしても、最後はさ、うん なんか、かな、俺は悲しいのがさ、二人とも生き場がなくなって炎に飲まれて最後は死んでいくわけじゃん。炎に飲まれて、土に埋まってね。うん、うん。土に埋まって死んでいくわけですよ。なんか、その辺もだから、あ、なんか、やっとなんか、浄化されていくみたいな感じがして。うん、あだから俺やっぱタコは、なんだかなって思っちゃうんだけどね。うん、<laughs> それもあり。あ、だから、あ、この作品は実は、本当に重要な作品なのかもしれない。 で、しかも、だからこそ、バラゴンとフランケンっていうのは、あれが一緒になるとゴジラになるわけですよ。うん、はいはいはい。だからほら、バラゴンってゴジラよりもちょっとなんか、ちもちもいというか、ももっとなんか怪物前としてるわけですよ。<laughs> うん、で、だから、バラゴンがゴジラと戦うってことは、ありえないんだよ。だから GMK だんだん弱かったんですよ。<laughs> うん、ほう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 だから、そう、あれっておかしいよ。だから、バラゴンはゴジラ、ゴジラを二つに分けて、フランケンとバラゴンになるんだから、 それがゴジラに立ち向かうってことは半分、自分の成分の半分戦うんだから、それは弱いですよ。パワーも半分です。身長も半分マジンガー Z とホバーパイルだから戦う。そうそうそう、そんなもん、そんなもん。もしくはにあの、ガンダムとあの、ガンダムの B パーツだけが戦うあ、そう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 。ゲタロボとベアゴーだけが戦うか、そうそう。まあ、申し合わせたように大きさも半分だったしな。うん。あ、そうだそうだそうだ。この頃の半分か。うん。 え、そういう、そういうことなのかあれって。いや、関係ないと思うね。関係ないと関係ないと思う。<laughs> それを考えて作ってんだったら、なんか東方の人って、うん、頭おかしいわってな, <laughs> <laughs>、うん、なんか、俺らに話題を提供するためにやってきてやってんの、お前らっていう感じだから。こんな、50年以上後、いや、60年か、もうすぐ。うん、60年近く後の人間に対して。うん、いや、だからさ、あのー、あれだ、あの、あれこれ、裏設定、 とかで、その、フランケンは一回そのタクシーに光りだから光を嫌う性質があるみたいなね。うん、はいはいはい。だからこれもだから人間のさ、核実験で光を嫌うという性質がゴジラにあるようにみたいな。ああ<ー>。トラウマ成分ってのもあるし、うん、あとなんかその、よく言うじゃん、ほら、人そのゴジラでよく言われるのがその、戦争を忘れて繁栄に溺れる人間がみたいな。だこいつやたらとだからみんながさ、若者がさ、踊こういう、バラゴンもなんか、 フランケンも若者が踊ってるところに対してさ、来るじゃん。で、あれなんだよ、フランケンは割と楽しそうっていう目で見るじゃん。パラゴンは潰しに来るっていうのが、なんかやっぱ、これ二つに分けられてんだな、ゴジラがって感じ。うん、あ<ー>なんかあれなんだよ、だからさ、あの、一つは、だから、二つの人格ですよ。 俺らがさ、リア充見ててさ、なんか、楽しそうだなって思う気持ちあるじゃん。うん、いいな、はい、仲間に入りたいなって思うけど、<laughs> 入りないから、ムカつくから、<laughs> リア充死ねーつって、あの、<laughs> 暴れて、余計友達ができなくて孤立するわけじゃん。だから、その、<laughs> リア充いいな、僕もリア充になりたいなっていうのが、フランケンで、<laughs> リア充死ねえっていうのが、<laughs> バラゴン。嫌 <laughs> な、例え。うん ゴジラを、ゴジラの成分っていうとね、うん、あの、バラゴンが口から、あの、この時代にしては珍しく光学合成のビーム吐くのもやっぱゴジラの名残かなと思いましたけどそうかな。と、特に昭和だと本当に恐竜型の怪獣が口からあのビーム吐くって、それこそ、うん、あの、東方特撮だけじゃなくてウルトラマンでもないことですから、ほぼ、うん、60年代とか特にね。いや、割とウルトラマンだった気が。いや、でも、ないか。非吐くとかはありましたけど、特にあの、まあ、あの、何、あの、なんだ。 あの、ジャック以降はちょっとわかんないですよ。でも、うん、あの、初代セブン。ジャック、シンマンでしょ。まあ、いえシンマン。<laughs> <い>うん、まあ、で、まあ、セブンはちょっとあれと、セブンとか初代とかだと、火とかはあっても、うん、あと目からとかはあっても、口からってあんまりなかったんじゃないかと。うん、あの、正統派の恐竜タイプの形だとね。うん 第2球、ミサイルを出したりするからな。うん、<laughs> ミサイル長寿、うん、そう、あいつ、広島に来ようとしたの知ってる。マジでああ、そうだそうだ。うあのね、原爆ドーム踏み潰そうとするスチールが残ってる。うん、ひどいあったあった。<laughs> そりゃ、ウルドラシリーズ悪いやつ、捨てル成人どころの話じゃなくなっちゃうよ。<laughs> <laughs> で、あと、東方特撮でもやっぱ、ゴロザウルスだってあの、口からビームを吐かなかったしね。そう考えると、バラゴンがビームを吐くのはやっぱ、ゴジラ、元がゴジラだったからというか、ゴジラ成分を持ったやつだったからな、まあ、元がゴジラだったからじゃないのかなと思っうなんか、そういう出自とかは関係ないけどね、なんか、その、もうこの物語の中ではそういう核とか関係ないじゃない。はいはいはい。まあ、元がゴジラだったとはいえ、完成作品では関係ない。 うん、ものわなわけじゃん。うん、なんか、何の脈絡もなくビームを撃つって、なんか、それこそ、後の、ウルトラ怪獣っぽ、っぽさもあるかもしれない。なんか、うん、あせ生態系とは、ほぼ無縁に火とかビームとか出すっていうのはさ、怪獣にはそこら辺の火でも吐かせておけ、みたいなさ。うん、あと、ね、あ、待って、<う>あアイゼン、アイゼンボーグ、アイゼンボーグだと恐竜被爆する。 <laughs> スーパーパワーの恐竜くだ。ただの恐竜の集まり。<laughs> それは絶滅させるに限りな。保 <laughs> 護なんかしてはいけないんだ。あ、あと今回思ったのはやっぱフランケンとバラゴンの格闘シーンで、やっぱ、うん、なんだろう。<laughs> なんか、より人間が獣ととっくみあったらこうなるんだろうなっていう戦い方をしてるなとは思いましたかね、やっぱ。なんか何、何例えばそこら辺に岩があればそれを投げる、もしくは噛まれないように口に突っ込む、うん、木があればそれでぶん殴る、もしくはそれに火つけて振り回すとかで、ね。うん、なんか同じ人形でもやっぱウルトラマンの戦い方とかキングコングの戦い方とは、よりもより生々しい戦い方ではあるよなっていう。火、火使うしね。うん。うんうあいつどこで火起こし学んだんでしょうねいや、なんか普通に、 んなんだろういや、割と火起こしって難しいっすよ。あの、初体験のやつがやると。いや、ほら、彼は、ああ見えて15年生きてきたわけだからさ。うん、ああ。今日15歳だもんね。そ,まあうん、そりゃあさ、あお前らかそりゃあだからさ、あ何言ってんのお前であのさ、そりゃあさ、あのさ、水野くんみたいなさ、綺麗なお姉さんがいたらさ、ちょっとなんかいいなって思っちゃうよね。 いや、いや、あれは光者に惹かれたっていう。あ、のね、石郎監督曰く、石郎監督曰く、あれには性的な意味はあったんですかって言ったらね、ない、ないってわけがないよね、みたいなこと石郎さんそういう人だから。あの、むっつり好きだから。むっつりや、ほんと。え、でも、あれはそうですよ。うへへへへって言ってる方がなんか可愛げがあったのにな。え、でもさ、あとあとあとごめん、あの、光者だけど、なんかない、そのさ、優しく知りて、俺らさ、モテないとさ、 優しく捨ってくれた女の人にさ、やっぱ懐いちゃうじゃん。まあ、それはあります。うん、ああそれだよ。なるほど。うん、<laughs> で、ニック・アダムスがさ、まあ、もう明らかにさ、俺の女に手出すんじゃねえみたいな感じでいずれ殴るじゃん、あいつ。<laughs> <laughs> あいつ、<laughs> 俺それやねえよって思うけどね。<laughs> いや、まあ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 、まあ、わかんなくもないけど、そりゃ、うん、あの、うん 健常なな人間ならとととももかかくくしして本当にちょっっよわん相手だったしお前さ、<laughs> 自分の国をさ、なんか、自分の国の悪評を足り流すような格好でさ、ハンバーグ作ってんじゃねえよって <laughs>。<laughs> あれ、ハンバーグ作ってんすか <laughs> ハンバーグじゃないのあれ、ま。ハンバーグ作ってのーー、うんの肉はどうっていうからステーキかと思ってんだけど、まあいいや <laughs>。いや、だから、ひき肉を、うん、まず大きな牛を捕まえなきゃいけないんだけど、うん、それをひ、 それをそのまま焼くか、ひき肉にするかの違いであって。ああ、なんかね、<laughs> あのさ、あのね、あれもうあれ見てちょっと悲しくなるのがね、あのさ、まずは、ちゃんとしたひき牛肉を使うことって言ってるじゃんあの当時の日本ってお金ないからね、あの、鶏と豚の合いびきでね、あの、ハンバーグ作ってたんですよ、基本的にね。<ー> <laughs> なるほどなお。お前らジャップと食う肉が支援だ、みたいなこと。<laughs> <laughs> えっと、なんだあと食、<ん>あとまあね、いろいろ飯の話題が出ましたけどね、<ん>フランケンの食事シーンはね、やっぱこいつかわいい、かわいいなって思って見れてで、ね、あれでした、ね、何食ってんの え何な、んを言ってるか分かんなかった、ねあ。あのさ、あいこいつさ、一回人食ったよね、うん、絶対ね。うん、食ってないんじゃないあのさ、<っ>ほら、あの、襲った後さ、なんか、え楽しそうに何かを食ってるじゃん。えへへっ,っ,って笑いながら。人食ったのかな後ほら、あの、ほら、<っ>檻を壊した後さ、人食ったのかなあれ。いや、あれは、なんか、元からあったやつじゃないですか。だって、あのー、ほら、手首が逃げるシーンで檻からそう離れてないところになんか、うん、食い物がたら、たくさん置いてあるカゴとかあったから。おー なるほど。そっちは食っちゃったのかなと思ったけどね。いや、こいつは食わないんじゃないかな。だって食うようなやつだったら、食うようなやつだったら高嶋さん助けないでしょ。うん。いやほら、高嶋さんほら、仲間じゃん。友達だと思顔見知りだから助けたっていう話じゃん。むしろあそこはなんか、あの、偉いことになってんのに、おのんきに飯食ってて可愛いなとしか思いませんでしたけども。あじゃあ高嶋忠子がさ、倒れてるところの人形があれよかったよね。 あの、自然になと感じで撮ってたよなとう。うん。あ、あとね、役者で言うとね、土屋義雄いるじゃん。土屋義雄ってさ、<の>ゴジラ対キングギドラでもさ、そうだったけどさ、この人戦時中から姿が変わらない人でお馴染みなのかね。戦時中から吹けないことでお馴染みの土屋義雄でございますい。いや、まあ、昔は、まあ。髪,髪の毛髪の毛多少白くなっていませんでした。なってたけど、なんか、あ、この人この頃からそういう役をやってたのかってちょっと、思っちゃったね <laughs> で。で、で、これでいける、いけたから、 ゴジラ大ングリの時に、どうする昔の人なく、土屋良商がフラバラでやってたよ。あ、それで行こうあの人なら、20年前同じ姿でも大丈夫だあ、50年前。同じ姿でも大丈夫だって言ったと思うんだけど、監督、さすがに無理がありやしてって。若いが確かに。ど、こかみたいな。お前メガネ買い替えろよひでえ。ひでえ、この回は。ほんとひどいよ。 やっぱ、な、繰り返しになるけど、うん、大魔人見た後ほら、だと、うん、どうしてもあの、団地に現れるシーンとかだとさ、うん、あ,あの、でかい人がいるっていうよりなんか小人さんの世界にホームレスが舞い込んだように見えちゃう<ー>ところが、まあ、再生速度とかも、いじってないからどうしてもそう見えちゃう。再生速度と、やっぱそのさ、うん、やっぱその辺かなって思うんだけどさ、 あのー、ちょっと、えー、っと、リマスターで見ても、ちょっと見ちゃうとかも、だけど、うん、なんかディティールがないように見えちゃったんだよね。まあ、かだからさ、あ、俺さ、大魔マの方って、ま、の時も言ったけど、うん、決して大魔マって、うん 単純な技術が高いかっていうと、そういうわけじゃなくて、うん、やっぱ、ダメなところを見せなかったのと、題材が良かったっていうのもあると思うよね。うん、だから、うん、昔の日本家屋の方が、あの、うん、コンクリートの平面的な壁よりも、やっぱ、うん、あの、情報量はあるから、うん、そういうところなのかなと。あと、まあ、ダメなとこ見せないって言うと、やっぱ、どうしてもパトカーとか、<ー>ロシシとかが、 あーっていう感じは受けちゃうんだよね、うん、今見ると。ね、いや、ただね、だから、ただ、ただ今回ちょっと見てて楽しかったのは、あのね、昔のタトフラーが走ってるじゃん。うん、なんか全部合成に見えてくるって謎の原作別に起きてた俺は。なんか知らないけど、<laughs> あれあれここ合成からで合成にする必要なのにって思うところが合成に見えるという、別の現象が起き始めてて、俺。<laughs> うん、脳がおかしくなってるのか、わかんないけど、このほら、うん、あの森の中でさ、水の組が車を降りていくじゃん。 あそこがなんか妙に合成に見えて。あれって。あれ合成じゃねえやつって、うん。感じがありましたね。うん。うーん。まあ、あとはなんだろうな。うん、やっぱ、うん。あのー、なんだ、今の世でもしリメイクしてくれんなら、フランケン生存エンドにしてっていう <laughs>。それぐらいかな。いやそれは、それをしちゃうと話が変わっちゃうからね。<れ> <laughs> まあ、ランページになっちゃいますけど、さっきもちょっと言ったけど <laughs>。うん。まあ、やっぱフランケン。 やっぱフランケンね、結構、うん、好き、好きになったんで、今回。ちょっと、うん、やっぱ死んで辛かったんでね、やっぱり。<laughs> いやー。まあ、いやでもあいつは知らないから。だからあれは、だから心臓になってもいけるから。<laughs> あ !GMK ってそういうこと、ま、や、やっぱあいつゴジラなんだよ。分けれた。分岐した。GMK って。ああ、<laughs> そうそ言い忘れた。<laughs> うん、そう言、言い忘れてた。だから、俺今回の、その、なんだ、心臓になったやつが再生してっていうのは、うん、だから GMK、金子監督、フラバラも取り入れたのっていうのは思ったなっていう。いだからやっぱり、ね、<laughs> それはだから、ゴジラが分岐したから、 そういう設定なんで、だからバラゴンもまた生きて帰ってくるかもしれないんですよ。なるほど。うん、ああ現れてくるかもしれないですね。かもしれないですね。<度>まあい,いや、わかんないけど。まあわかんない。バラゴンは死んだからな。首折ったから、首折ったら終わりだよ。うん、<laughs> まあその、そんな感じでね、非常に興味深い作品ではあるし、まあ、うん、あの、まあ、特撮はどうしてもリマスターデビリットね、厳しいところがあるからね、できればそのガストバザ落とすか、 なんか、目を悪くしてから見て。目を悪くして、うん。いただけるとね、よく楽しめるんじゃないか。でも、ストーリーに関しては全然ね、今見ても面白かったりするのでね。はい、うん、それはもちろん。あのーはいうん、しかも、なんか、年代的にも、まあ確実にこれは、その後のゴジラとかにね、影響を与えることになる。ゴジラ、ウルトラマン。その後の特撮に影響、うん、方向性に影響を与える作品であると思うので、まあぜひ、あのー、オタクだったら見てください。 で、これを初めて見る人に対してね、フランケンシュタンはどんどんうんちこたれると、よりあなたのオタクとしてのね、モさが増しますよ本当だよ。オタクがうんちこたれて偉くなることはねえからな。あの、社会的にはね、偉くなることはないよ。お宅オタクはオタクだよ。ないないない絶対ない。うん。まあ、そんな感じなのでね、皆さんぜひご覧になってみてください。はい。ということで。面白いです。 というわけで、あの、今回の、え、フランケンシュタイン対ワラゴンですが、あなたの心にどんな死なない心臓が残りましたかいいな、欲しいな、死なない心臓。いや,いや若い頃の白衣の水の美さんって本当に素晴らしいですね。えー、それでは皆さん、えー、今回、えー、この映画をご覧になって、そしてこのレビューをご覧になって、次は我々と一緒にあの兄弟に会いに行きましょう。さよなら、さよなら、さよなら。 ありがとう、フランケンのおじさん。<え>あれフランケンじゃなくて、フランケンの怪物のおじさん。ありがとう <laughs> ありがとう、心臓。ありがとう、ありがとう、水の組。さて、次は名作殺人抗戦者の出番だ。やった